皆さんこんにちは、マーティン。ダーのミヤクーボーイ、タクです。えー、中部地方の、えー、ミュージアムを紹介。新潟県、新潟市にある、べい王国。まあ、バカ受けが美味しいですね。せんべい焼き体験、何でも体験できます。工場見学も可能。はい。富山の YKK センターパーク。まあ、いろいろ見れますし。ファスナー手作り体験も可能です。 高官道株資料館も、まあ、富山の薬の根尺を勉強になります。小松の森、まあ、小松製作所、あの、子供たちも体験できる場所もございます。あとは、大王わさび農場100年記念館、まあ、ジェ本わさび丼がおすすめ、まあ、解説バネルもも,もちろん、水と生きるをテーマにした展示内容もどんどんあります。東洋計量史資料館、まあ、昔の計量など、いろいろ勉強になります。フェザーミュージアムは、まあ、いろいろ、 あります、ね、はい名古屋鉄道、まあ、岐阜県にありますはいその鉄道もプレイバックできますし鈴木歴史か、まあ、鈴木のあの車の歴史勉強になりますねはい河合ピアノ歴史資料室、まあ、ピアノ勉強になりますパムはいあとはヤマハ発動機あピアノやだけなくまあ自動バイクもはいヤマハですねはい 水缶ミュージアム、水缶ミュージアム。いろいろ、成木寿司屋さんのブースや、あの、シャッターもご覧になります。レプリカもいろいろ満載。リニア鉄道館や三菱オートギャラリー、愛知航空ミュージアム、ブラザーミュージアム、そして、l ナックスミュージアム。あと、カゴメ記念館、いいですね。ケチャップの発明、勉強になります。三木本真珠棟もあります。はい。いろいろ勉強になったでしょうか というわけで以上でございます。バイバイ。